不評戦車マーク、マチルダ1は、戦艦機のイギリスで開発された初の不評戦車。1934年に小型、重装甲で敵の対戦車砲に耐える、不評支援戦車として、設計要求が出され、1935年に、開発が開始された。ビッカース社では、カーデンロイド豆戦車の開発で有名なジョン・カーデンが、設計に当たった。 低コストで必要量を揃えられることが求められたため、コンポーネントは極力既存のものが流用された。ジョン・カーデンの初期のスケッチによれば、サスペンションは、ビッカース系戦車やユニバーサル、キャリアと同じものが片側4組使われていたが、試作車製作にあたってはロットン戦車系のドラゴンマーク4からのものに変更された。エンジンとトランスミッションは市販されている、ホード製のものが使われた。 ジョン・カーデンは1935年10月に飛行機事故で死亡するが、翌年試作車は完成し、テストの結果、若干の解説系を経て、1936年にイギリス陸軍はそれまでの抽選車を、以降は不評戦車と巡航戦車のカテゴリーを設けて分けて開発する方針を決定し、本社はイギリス初の不評戦車に分類され、1937年4月に、 最初の発注がなされ、1940年8月までに140両程度生産された。ハッチを開けた状態設計思想は第一次世界大戦時のままであり、動く機銃座として不評直接支援用に開発された。以後のマチルダ2不評戦車などに比べ、非常に小型軽量で重量11トン、乗員2名。 最大速度時速 13km、重機関銃1丁のみの搭載で、武装だけを見れば、豆戦車に近い。既存コンポーネントの流用でコストを抑えたとはいえ、機銃1丁を運搬するには不経済であるとの批判も当初からあり、量産開始前により大型の不評戦車 A12 の設計が開始されている。西方電撃戦などで、ドイツ軍と戦闘を交えた時も対戦車法によく、 大いたが、武装が銃機関銃一丁ではどうにもならず、敵陣地への攻撃はもっぱら離体で蹂躙することに頼るありさまであった。ギリギリまで切り詰められ、発展の余地が全くなかったこともあり、本社はすぐに第一線を退き、その後、訓練用車両として本国で使用された。ありがとうございます。